どうも志摩コーポレーションです。今回は、アシックスさんでも出されていますあのボアシリーズのシューズがなんとですね水野さんでも出ましたので、そちらの方を紹介していきます。で今目の前にあるのがですね水野さんが出されていますオールマイティ HW52L ボアというシューズになります。ここですねちょっと簡単にボアシリーズのシューズがどういったものか説明します。こちらの中心のボタンがあります。こちらのボタンがですねボタンを回すと靴紐を締めるような感覚となってでここをボタンを上に引っ張ると靴紐が緩むっていう感じになるのがボアシリーズの特徴です。そしてですね、水野さんのボアシリーズ強みがありまして、まずですねこちらの履き心地こちらの履き口が、マシュマロ感覚で、とても履いたり脱いだりしやすいということになります。そしてですねじゃあ見て分かります通りウェーブしています。こちらはですね、2層のコードの異なるフォームを、波形状に重ね合わせた水のウェーブというのを搭載していますので、クッション性と安定性があります。そしてですね、色が、こちらのホワイト&ブラックと、こちらのレッド&ブラックの2種類あります。こちらどちらも限定色になりますので、在庫なくなり次第終了となる商品でございます。サイズがですね、25センチから28センチまでありますので自分に合ったサイズをお買い求めください。ということで今回はこんな感じで紹介終わりますがまた、水野さんから新しい商品ボアシリーズとかなど出てきました紹介していきますので、よろしくお願いします。ご清聴ありがとうございます。